近藤七奥健介さん、田中正義以下かもしれないと話題に。もしかして田中正義の方が上じゃ、なんで人的保障でこの選手でしちゃったの。 W 燃え尽き症候群頻発しすぎやろ。打率低い近藤とかいる。でも近藤の方が打率上じゃ。強いチームと弱いチームではマークもプレッシャーもだいぶ違いやろ。近藤7年契約だっけ。田中正義も同じくらい投げられて初めて勝ちやろ。田中が1点台前半になって近藤が OPS 740台ならマジで逆転や。7年契約あるのに1年で判断するバカ。なお近藤の方が上の順位の球団によるもよう。見る目のないクソ球団だからな W。 バカすぎる W。 有原ウォーク W。 新庄がすごい見る目は本当にある。煽るのハエがここ最近登板数が増えてるからそろそろ危ないぞ。有原って令和の松坂なんか。近藤とクローザーのトレードと考えたらプラマイゼロに限りなく近いな。ご視聴ありがとうございました。